でその時に自分の恋愛の状態がおかしくなってた時期で、なんかどんどんこう少しずつ変になってくんですよ。何があったんだよ。ここまで書いてもやりようなくなっちゃって放棄してたんです、はい、で放棄しててこの絵ってどう終わるんだろうって思って、うん、で悩んでる時にちょうどその地元の友達と喋ってて、はい、そしたらその僕はそのある人が忘れられなくて、そのいろいろ苦しんでたんですけど、うん、ふと思いついてその友達をその人にすげ替えて、うん、あの話をめちゃくちゃできないかなと思って、うん、その友達から幼稚園からの幼馴染なんですけど、うん、その人に裸になってもらって、うん、その自分の好きだった人と同じようなポーズじゃないんですけど、同じようにこう寝そべってもらって、あの寝飯ってあるじゃないですか、うんうん、あのそういう、もう全部煩悩の作家亡くなったような先のような状態になれたらいいなっていうただの願望を